清和天皇は、日本の、第五十六代天皇。意味川コレヒと、後世、部門の統領となる聖は、源氏の祖。門徳天皇の、第四巫女。母は、大乗大臣、藤原義久の娘、女吾、秋子。父、門徳天皇が戦争して四日目に生まれる。第四巫女であり、異母兄にこれたか、おもんみじょう、コレヒコ新皇がいたが、 外祖父、藤原義房の貢献のもと、三人の兄を退けて、生後八ヶ月で皇太子となる。天安二年、門徳天皇の崩御に伴い、わずか九歳で即位した。病床の門徳天皇は、皇太子が幼少であることを危惧し、六歳年長の、これたか新郎に中継ぎとして、行為を継承させようとしたが、実現しなかった。幼少のため、義房が外籍として、 政治の実権を握った。上岸8年には、友の吉浦によるものとされる、大天門炎上事件が発生した。全乱を信頼していた天皇は、事件が解決しない、最中の同年8月に、吉房を正式に摂政に任命した。なお、日本三大実力の聖は上皇の法伝記事によれば、大天門の放火の主犯は、全乱の子である中央とされて全乱は、 その連座に過ぎないとされたものの、生は天皇の遺行によって厳罰に処せられたという。上元十八年第一王子である九歳の低名、親王に上位し、大乗天皇となる。二年半後の元行三年五月に出家、その年の十月より、機内巡行の旅に入った。翌年三月丹波国水尾の地に入り、絶食を伴う、激しい苦行を行った。 水を陰性の地と定め、新たに寺を建立中、左大臣源、徹の別邸聖火墨館にて病を発し、わ田の縁額寺に移された後法御。法三十一。妖税天皇即位後の聖は上皇が国政に関わったという記録は見えないものの、藤原元常の摂政任命及び、上皇の法御その日に行われた、元常の代状大臣任命には、 上皇の遺構が働いていたとする説もある。この子孫の多くが親戚降下して、聖は源氏となった。中でも枝葉広く栄えたのが、第六王子、貞澄親王の子常元王の子孫で、源の頼朝、足利高氏をはじめ武家、源氏の大半がこの系統から出た。聖は天皇の官風志号を立て祀られた。五両の一によって、水を見門、稀に言号を取って、 上岸帝とも言う。小水の御天皇は、この聖和天皇を意識してその追号を意称した。聖和天皇、水尾三両両は、宮内庁により、京都府京都市右京区、佐賀水尾清和にある、水尾三両に事情されている。宮内庁上の形式は遠急落刀の上淡田山にて仮装され、遺骨は、生前の希望から、落成の水尾に埋葬された。 所在がほぼ確かな平安時代の天皇陵の一つである。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。